発売された任天堂 ds 用の料理ゲーム開発はオフィスクリエイト本校では続編作品についても合わせて解説する。日本では当初、対等が発売元となっていたが2010年3月の事業再編に伴い、クラフトママ以降のシリーズ作品はオフィスクリエイトが発売している。Web 上の情報も同様に移行されている。 日本国内での販売本数が約7万本ほどだったので、やっても無駄だろう、と、半ば諦めつつ、海外でもリリースしたところ、欧州で190万本、北米では302万本の売り上げを記録し、2006年の E3 でイグノのベスト DES モーストイノベーティブデザインに輝くなど、現在の国内市場と、全世界市場とのユーザー層の意識の差を浮き彫りにした。 ゲームと言える。全世界でのシリーズ累計販売本数は2010年12月時点で1200万本を超えている。2006年3月23日発売。一人プレイ専用。本作は、任天堂 DS のデュアルスクリーンのうち、タッチスクリーンを使用して、上手に料理を行うことが目的となる。料理の手順は、画面上のママが指示し、 プレイヤーはそれに習って操作する。料理の操作はミニゲーム形式で行われ、材料を切る、煮る、炒めるといった基本的なものの他に、米洗いといった細かいところから最終的な盛り付けまで行える。なお、ミニゲームの結果があまりにも思わしくない場合、ママが手直しすることになる。料理を完成した時点で、 それまでのミニゲームの点数に応じて評価が変わる。登場するレシピは日本料理やフランス料理とかなり幅広い。2009年2月26日には iPhone、iPod Touch 版が発売。オリジナルレシピが追加されている。2007年2月8日に Wii で発売。Wii リモコンを操作してプレイすることが可能。Wi-Fi コネクションを利用した通信プレイヤー2人。 対戦プレイも可能になっている。2007年11月15日発売。クッキングママの続編。プレイヤーが完成した料理を食べてくれるモード、レシピの種類が80種類などのシステムが追加されている。また、ワイヤレスプレイに対応している。なお、米国では日本に先んじて発売している。2008年12月4日発売。 Wii 版クッキングママの続編。対等最後の Wii 用のゲームタイトルであった。2009年11月26日発売。Nintendo DS では、最後となる、クッキングママの続編。二つの食材を組み合わせて自由に料理を作る。組み合わせてみようと、ママに頼まれた食材を買い出しに行く。お買い物を使用のシステムが追加されている。また、工述の、 ガーデニングママとの連動要素があり、ガーデニングで育てた野菜を本作に送ると、ミニゲームが追加される仕組みになっている。2011年12月1日発売。本作から任天堂 t e ー d 3DS で展開されることになった、クッキングママの続編。3DS の立体詞に対応した他解像度も上がって、料理のリアルさが増加。クッキングママ3で搭載された、 組み合わせてみようが料理のセオリーを無視して、組み合わせられるようになったほか、新しいモードとして、窓拭きや雑巾掛けのミニゲーム、お手伝いをようが追加されている。発売前には体験版が配信され、2013年5月16日より、ダウンロード版が販売開始されると、ダウンロード販売での展開も本格化した。2012年8月28日に北米のみで、 発売された、任天堂 d s 用ソフト。ボリューム1と、ボリューム2の2本が同日に発売。ボリューム1は、第1作目、クッキングママと、キャンピングママパパのセット。ボリューム2は、クッキングママにと、クラフトママのセットになっている。2012年8月28日に北米のみで、発売された、Wii 用ソフト。過去に、Wii 向けに発売された2作品。 クッキングママみんなと一緒にお料理大会とクッキングママに大変ママはお忙しがセットになっている2013年11月21日発売本作はママが 3D グラフィックでアニメーションするクッキングママの続編パッケージ版の他ダウンロード版が同時発売されたお部屋の模様替えができるようになった他 お手伝いとお勉強をテーマにしたミニゲーム体験チャレンジモードとママが料理の正確さを判定してくれるクッキング同情モードが搭載されたまたいつの間に通信により模様替えのアイテムが配信される2015年5月14日に Android iOS 向けに配信されたクッキングママシリーズの作品本作はソフトのダウンロードが無料で アプリ内課金のシステムが用いられている。ゲーム内ではシリーズ初となるトロフィー機能やミニゲームのスコアランキングが実装されているほか発売後のアップデートにより新たなレシピや作物を育てる農場の要素が追加された。2020年3月26日に北米、欧州、豪州で発売、配信された任天堂スイッチ用ソフト。 シリーズ初の外注作品。菜食主義者の要望に応えた、ベジタリアンモードに加え、完成した料理を SNS にシェアできる機能を追加。2009年3月19日発売。本作ではガーデニングに挑戦する。チャオ2009年5月号のお便りコーナー、チャオチャオアーケードで取り上げられ、本作品の CM キャラクターである、南海キャンディーズが出演した。 2010年12月2日発売。今回は手芸に挑戦する。前作までは対等発売だったが、本作以降はオフィスクリエイト発売となっている。2010年12月2日発売。今回はベビーシッターに挑戦する。付属の赤ちゃん人形にリモコンを装着して、子守を体感するようになっている。2011年7月14日発売。 これまでのママシリーズは女の子の好む料理と園芸と手芸がテーマであったが本作は男の子を意識しており家族でアウトドアライフに挑戦するママの他にパパと男の子のリンゴ女の子のイチゴが登場して冒険をテーマにしたミニゲームをこなす内容となっている2013年9月26日発売任天堂 t e ー 3DS での展開となる ガーデニングママ。パッケージ版とダウンロード版が同時発売になったのはママシリーズでは本作が初めてである。前作ではお庭の手入れだけだったシステムがクッキングママ4からのお手伝いと森の動物たちのお店に出荷するノルマをこなす経営要素が追加されて大幅にボリュームアップ。いつの間に通信による種の配信にも対応している。 2014年11月6日発売。今回はパティシエールとなってスイーツの制作と販売に挑戦する。ゲームシステム自体にはシリーズ作を踏襲したお料理、アクションが搭載されているもののナンバリングはされておらず作った料理を販売する経営要素が追加されている。東京ゲームショー2014ではファミリーコーナーにて16台ものプレイアブル機を 展示して多くの親子連れで賑わい、小学校低学年から未就学児童の市場における存在感をアピールした。2016年2月18日より配信開始。シリーズ初となるパズルゲーム。メインのゲーム画面では火にかけられた鍋が表示され、そこに食材を模した様々な種類のキャラクター、フードンが次々と投入される。フードンをドラッグして、 同じ種類同士を三つつなげると大きな一つのフードンになる。フードンをタップすることでその場から消えてフードンを用いた料理が制作され同時に得点が加算されるが大きなものほど高得点となる。ゲーム内ではパパなどのキャラクターがゲストとして登場する。料理の終了後、プレイヤーが完成した料理を日記として記録が可能になっている。 デザインを変更ができるなど、プレイヤーの好みでアレンジ可能。北米販売元のマジェスコが2011年4月7日に公式 Facebook にてママの右を公開した。Nintendo 3DS 本体内蔵のミースタジオで読み込むと追加される。Nintendo 3DS 本体のホーム画面を変更する、規替えテーマとして以下のものがダウンロード販売されている。 2014年11月5日、クッキングママの仲良しスタンプを LINE ストアクリエイターズスタンプにて販売を開始した。2014年6月にツイッターに公式アカウントが開設され、ママの日常などの情報を発信するようになった。それと同時に連動企画として、ママが作った、実際に作れるレシピの公開を開始。これはゲーム中では、実際の調理手順。 調理方法をできるだけ再現したものになっているが、ゲームシステムの制約上、厳密な時間や分量を知ることができなかった点を補う内容となっている。チャオにて2011年9月号より2015年3月号まで連載された。作画は森江まさ子。漫画の中ではゲームでは、システムの制約上実現できない厳密な時間や、 分量で実際に作れるレシピを掲載しており、クッキングママ公式ページでも公開されている。プラネットエンターテイメントは2020年3月26日、海外の任天堂 e ショップで、クッキングママ、クックスターを販売したが、事前報告なしに数時間後、本作を e ショップから削除した。ネット上では、ブロックチェーンを使用した。 暗号通貨マイニング機能を導入したことが原因で配信停止にされたのではないかという噂が流れた。同年4月15日にシリーズの判券元であるオフィスクリエイトが声明文を発表。本作がオフィスクリエイトの要求した品質に達していなかったにもかかわらず、プラネットエンターテイメントが無断で販売したことによるものだと主張した。それに加え、 3月31日付で、オフィスクリエイトは、プラネットエンターテイメントとのライセンス契約を解除したと表明した。動物の倫理的扱いを求める、人々の会は、ゲーム内で動物の肉を使ったレシピが含まれて、いるとして抗議し、ゲームユーザーの菜食主義を促進させるという名目で、クッキングママと非常によく似た、フラッシュゲームを制作した。 明らかな権利侵害に対して、クッキングママシリーズを北米で販売しているマジェスコの対応が注目されたが、私はラタトゥイユにネズミを入れたりしないし、みんなが食事をお腹いっぱい楽しんでくれることだけを願って、幅広いレシピを作っていますというコメントとともに、クッキングママ、ワールドキッチンでは、ベジタリアン向けメニューが大幅に増えているという最新作のアピールにつなげ、 法的措置を取らないことを発表したため、ペタ側もこれを支持する形で決着した。シリーズ作品に関する、カテゴリークッキングママみんなと一緒に、お料理大会。に関する、カテゴリークッキングママにに関する、カテゴリークッキングママに大変。ママはお忙し。に関する、カテゴリークッキングママ三に関する、カテゴリークッキングママ4に関する、カテゴリー。 クッキングママ号に関する、カテゴリークッキングママを料理しましょう。に関するカテゴリー派生作品に関する、カテゴリーガーデニングママに関する、カテゴリークラフトママに関する、カテゴリーベビーシッターママに関する、カテゴリーキャンピングママパパに関する、カテゴリーガーデニングママ、ママと森の仲間たちに関する、カテゴリクッキングママ、私のスイーツショップに関する、 カテゴリー、クッキングママレッツクックパズルに関するカテゴリー。ありがとうございます。